やってきました。玉手山公園でございます。行って上がってみましょう。こんにちは。これどうも昔来とんねんけど、1980年代やからね、子供小さい時やから、こんなとこあったっけな、記憶ないね。こんな遊びはあったっけ、いやー記憶ないわ。なんかずっと山の上上がって、それから下ったり上がったりなんかした記憶あるんでね、全くわからんねこれ。こんな今日ね行きたいのはね、玉手山7号墳なんですけどね、本当の今日の目的は。だけど玉手山公園もねちょっと見てみたいなと思って来たんだけどね、どうなんでしょうね。あ、今ちょうど紅葉の時期でね、ここからなんか見えるのかね、展望台。あら、展望台見えませんでしたね。地図なんかないかね。玉手山公園ロータリー梅園、入られへんねんのかな、入れないね、残念でございました。あ、これ梅園ね、入れませんでした。見渡すときにさっぱり分からへんだけど、この辺は来たことないっちゅうことやね。上上がってみましょうか。面白い遊具があるけどね、おかしいな。これはね、慰霊碑になってるんやろな。いまだにさっぱり分かってないんやけど。あ、玉手山古墳と石室について、何古墳な、夕方石棺、これ夕方石棺、はい、夕方石棺。6世紀にしたらもうちょっと綺麗にね綺麗に削ってくれてるんだけどね、やっぱり豪族やったら仕方ないか、豪族の方やったら。いやー、それは失礼しました。ここから見えんか、見渡せないかね、ほらこれ全体像。伸び上がってみましょうか。これね、一茶の小林一茶の火がどっか歩いて聞いたな、聞いた聞いた、どこにあるんですか。あ、なるほどね、これ一茶さん、はい、これその火でございましたか。いっさ、ちょっとね読めないんですけどね。こんなとこあったかな。ちょっとわからないんだけど、あ、大和川が見えますか。大和川がどの国にすんのかね。あ、これある。なんか今どこおりますか。お寺さんが見当たらへんねんけど、お寺さん書いてないかね、お寺さん書いてないね。
メイン広場で行ってみるか。展望台もあるんですな。これやっぱりこれは上がるべきだね。ここ上がりましょう。おええのがあるぞ。おお75分。はい、これを見に来たんです。10基以上も作られた前方後円ね。どこにあるんかねこれ。もう同じところ上がってみよう。前方後円本、はいはい、7号本ありました。これを今日見に来たんでございます。これが後円部でございますか。そうしますと石室とか開いてるのかね。あらやっぱりわからんね。これではこれが後円部。後円部でございましたか。前方後円部どっちにどうなってんだろう。わからんぞ。これじゃ分かりませんね。前方後円、前方後円墳やけど。こうか。なんか変やけどね。分からんな。前方後円墳。公園部署分からへんがな。これ公園部だからこっちか、こうか、こうしてはね、あまりにも興奮の方が低すぎんねんけど。まあ後でちょっとなんか地図見てみるか、どういう感じか。7号本はあるということはね、前から聞いてたんだけど、今1、2、3、5分はまあなんとなく入れるけど、あとはほとんどねもうみんな破壊されて、こっちが5分っていうの、5分。ここに石室がここに置いてあるからね。これやったらねこっちから眺めじゃ5分がこっち、おかしいね。まあ、後で調べてみましょう。ということはどこにあったんだろうな、これこの石室は。それもわからんか。はい、ありがとうございました。じゃあまっすぐ歩いてみましょう。北を見てるような感じかね。おお展望よろしいね。はい、見てみましょう。いやー、こんな展望良かったの、展望台です、ございます。あら、あらあら、今どこにおんのかね。ちょっと待ってください。やが今考えとるから、ここにおんのよ、こっちにな。こう見るんやね、おそらくね。だからこれが応神天皇陵ですか、真正面が応神天皇陵。横はちょっと見えないな。だから右の方に振るとこれは中爪、これは陰陽天皇陵。こんな感じだね。そんな感じでございますね。これがたまたま1号本、2号本やな。3号本は3号本やね。ずーっと左に岡山古墳も見えるの。岡山古墳、これこっちやろね。こ
これ古墳の形しとんだけど違うんですかね。これが公園部で公園部の形してんだけど違いますか。こういうふうに連邦公園墳でございます。連邦公園墳でございますけどね。こういう感じで連邦公園墳やったら大きいんやけどね。始めたんだけど違いますかね。おお、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 違いますか。